充電。こんばんは。ギフトありがとうございます。風吹いてるね。今日やばかったですよ。台風ガチ台風かと思うぐらい風やばかったです。風強すぎてね、電車になんかぶつかったらしくてなんかが飛んできて電車になんかぶつかったらしくてめっちゃ遅延してましたし、レッスン行こうと思ったらもう最悪ですよ。勘弁しろ。ありがとうございます。アイスありがとうございます。明日広島ツアーです。金曜日だけど広島ツアーです。やばい。こんばんは。テンテテンテテン。ペンギンアイス。なんだこれ。山口って配信あるんやっけ。広島は全部配信ある。もう前髪が伸びてる。
じゃない、山口配信ないよね。え、嘘、広島あるやろ。さすがに広島はやるやろ。フォローしました、ありがとう。明日は分からんけど土曜日昼夜はあるよね絶対。うんうん、そうか。じゃあ山口かの。山口かな。ジャケヘア、5月18。あ、じゃあ明日ないの？明日の広島はないんや、配信。土曜の昼夜はある。ふむ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 。アイス、ありがとうございます。宮崎県に広島ナンバー、なんでよ。ツアーもね、やばいんやけど今日もう明後日が本番だけど、今日振り入れしたやつが一個も頭に入ってこなくて、もう汗汗今からやらない、やばいんですけど、ですけど、まあ、朝って頭回らんよ多分朝早すぎて普通にやったの何にも入ってこなかった。ありがとう。だしカラオケに行ってレッスン終わった後練習しようと思ってカラオケに行ったんやけど、ジョイサウンドに入ってしまって、ジョイサウンドでさ採点機能したらさよくわからんのよダムだったらなんかキチキチよく鬼レンチャンとかで見るさバーが出てくるんやけど、歌唱力じゃない、間違えた、ジョイサウンドでやったらなんかその音程がこう
たどるみたいな線が出てくるけどさ、あったんかあってないんか分からんくてさ、あれ絶対にさダムのやつに揃えた方がよくない？もう1時間ムカチクって感じ、合ってんのは合ってないのよ、分かりにくいや。ゲストありがとうございます。フォローしました、ありがとうございます。やばいです、故障力も近づいてくるし、やばいです。アイスありがとうございます。大変、ハートありがちょう。毎日チャリンコメール書いてない、見れんね、マキさんの。なんでやろ、ありがちょう。こんばんは、ありがちょうございます。土曜の昼夜よろしくお願いいたします。土曜のあれ、ちょっと、あれこれって出とんくんね、お見送られ、あ、お見送られじゃねえわ、お出迎え、お出迎えって出とるっけ。ハートありがとうございます。
ちゃん、ありがとう。あ、まだ出てない、まだ出てないか。まあ広島でやりますので、お楽しみに。ありがとう。明日は配信ないんだ。ふむふむ。ふむふむ。土曜の2公演。しました、ありがとうございます。目がかゆい。すいません、めっちゃここら辺の肌が乾燥しとるけん皮膚科に行きたいと思ったんやった。しっかり忘れて帰ってきた。ワセリンとか塗りたくらんと。めっちゃカサカサやね、ここら辺。広島大丈夫だよ、近くに行くからね。近く行きますので待っててください。訪問ありがとうございます。ルームフォローお願いします。うちは持っていく、嬉しい。うちは持っててください。睡眠時間3時間やばい。愛沙は睡眠時間はちゃんと寝とります。寝ても寝ても眠いんでね。寝ても寝ても眠いんですけど、ショートスリーパーではないので、
全然寝ますけど、でも今日振り入れしたやつが全く頭に入ってないから前代未聞すぎ。それをやらなきゃいけないので早めに終わります。嫌だよ、21時間1日長いと思ったらなんか嫌じゃない。1日あっという間だった。最高っていう方がいい。今日長かったって思ったら最悪やん。一日は短い方いいです。そんなにやりたいこともないです。髪型着て何がいい髪型わからん。デパートにないんですよ私。デパートにない。まあ。何回もツアーあるけん同じやつをやりたいくないなと思うけど、レパートリーがないねん。クマヘアなんかは分からんけど、それはもうあり。このリカミコ様、リカコ様とカミコ様がやってたね。リカミコイベえぐいほど可愛い可愛すぎてびっくりした。いつ昨日やってたんですかね。本当に見に行きたかった。ねえ、だからこの髪型モチベではあるんやけど
影響され、かわいい。いで。これだけ長さ切ったけどでき、自分の好きな髪型ないもん、特に。つい何でもいい。髪型にこだわりがない。ありがとうございます。右上のハートをしてルームフォローをお願いします。少ない気。そうそう。つほう、ありがとう。ストレートが似合わんと思ったんだけど、もう短くしたので多分ストレートもいけちゃいます。変じゃなくなって、オレンジ、グレーを見て、今日アイシャドウつけたかも。ゴリ、めっちゃナチュラルなことに気づいた。松坂翼さんのグレーのやつはめっちゃグレー。なんかこのデカさもでかくてめっちゃ青いけど、このあ、これオーレンジじゃないか。だから
ウォニョンのパパクリスティンかもしれん。まあこれもグレーなんですけど、そんなでかくなくてナチュラルめ、めっちゃナチュラルだった。よメイク、メイク変えれんけいね、アイサってメイクの変え方がわからん。変えたつもりでも多分結果的に同じ感じになっとるんやけど、そういう時にカラコン変えるとなんか変わる気がする。から試してます。オレンジ、オレンジ、何がおすすめなんやろうね自分で見つけるのむずすぎる。どう見てもイエベやろ。どう見てもイエベだけど、ブルベの、ブルベのメイクをしていますなんでやねん、なんでやねん。色の方が好きなんです。まあ別に何でもいいかって感じ何でもいいか。どう考えても多分イエベ。春かな、春か秋は分からんな。どっちやろ。好み、好きか嫌いかで言ったら秋、イエベ、秋の深い色の方が好きやけど、どうなんやろ、これは、いやこれもブルベ。
わからない。言える春。イエベ春の色があんま好きじゃないよね。4つの分類で言ったら濃い、やっぱ濃い色が好きやけんさ。ブルベの夏も好きじゃない、あんま薄いやん。薄いじゃなくて冬のボルドーみたいな深い赤の方が好きやん。最近秋か冬の色が好き。多分。多分。ズホーもありがとう。持っとるな、持っとるんやけど、ね。これが絶対なんか春じゃない。イエベ春。イエベ春すぎ。持っとるんやけど、なんかあんま似合うか似合わんかじゃなくて、なんかあんま好きじゃない。なんで好きじゃないのに買ってんねんっていう話ではある。こういうのを塗りたかった時期もあるんどっちやねん。めっちゃ何なんだっけ、めっちゃオレンジ、オレンジが好きだ、オレンジのやつしか買わんかった時期もあるんよ。10歳老けた感やべえだろ。29やん。どう見ても見えんやん。さすがにやばいやろ。ズホーもありがとう。なんかよくわからんまだって9歳にも見えんし29歳にも見えんやんみたいな。見えるように言ってほしいです。絶対違うもんだって。嬉しいとか嬉しくないとかじゃなくてどう見ても違うよ。え、普通にえって感じじゃない。17歳とか言われて別に嬉しくないわけではないけど、別に22歳でも23歳でもいいけど、9歳と29は絶対に違うよ。
ず訪問ありがとう。悩めるナインボーダー19歳です。多分ナインボーダーさ見ようんやけど、ナインボーダーの19歳役の畑めいちゃんはめっちゃマジで19歳に見えるけど、多分違うかった。20歳過ぎとった。役のあれすごい先入観というか影響。22歳だ。からもし19歳役アイスは選ばれてたら川口春奈さんと共演できた。悔しいです。19歳なんだけどね。はじめまして、ドクチさんありがとうございます。 ST48 の峰吉愛さんです。右上のハートしてルームフォローお願いします。ありがとう。いらっしゃいませ。フォローありがとう。うん。初訪問ありがとう。マジででも共感すぎて。あのドラマ見てる人いる？自分が全くドンピシャで同い年の設定やけんっていうのもあるけど、もうすごい、すごいドンピシャすぎ、全部がなんかリアルすぎて普通に共感の嵐。抜け出さないと。広島と山口出た？広島明日じゃないわ、違うね、明後日土曜日の夜公演の前に多分私立っています。土曜日のココアちゃんの壮行会がある公演ですね。土曜日の夜公演の前のお出迎えにいますので、行くよって方は早めにお出迎え中に入ってください。よろしくお願いします。本当に素敵です。いい、それな。昨日ぐらいまでまだドッキリやと思っとったけど、今日さすがに実感今日さすがに実感しました。
断の時って感じだ。本当にやばすぎるって感じ昨日まで持ってなかったの。やばい。広島夜何時に終わるやろうね。6時からやけん8時とかには終わっとるな。8時いかんぐらいには終わっている気がします。こんばんは。土曜日は配信ありますけども、ここはちゃんのラスト STU としてのステージになるので見に来てほしいですね。もう次の日の山口にはいないんだよ。それで実感した。え、やばーみたいな。え、山口、うん、一応立て続けにやるけん、山口のやつも一応レッスンしたいけど、ここはいないバージョンになってて、えみたいな、すぐに実感した。そろそろ練習しないとやばいのに、あっランキングを読みたいと思います。13位まさかさん、12位星みっつさん、11位コロネさん、10位みやりん、9位ひろたんたん、8位ここわり大好き星人、7位ワンジュラさん、6位タイムファイアーさん、5位天もエイトさん、4位そっちゃん、3位わたるさん、2位きもつんつん、1位はドゥルルルルドゥルルルンまきさんです。ありがとう、ありがとうございます。では明日は広島追加公演の方となります。明日もそうね、終わって帰ってきてから配信します。ではグッナイ、明日よろしくお願いします。おやすみ。